こんにちは、エリコネイルの黒崎エリコです。前回のダイエットの動画に引き続き後半の方を行ってみたいと思います。前はファスティングのイメージが痩せるためにファスティングをするっていうイメージだったんですけど、私ファスティングの指導の資格を取らせていただいて、ファスティングの本当の意味っていうのを習ったら、腸を休める、胃腸を休めるっていうのがすごい一番の目的、痩せるだけじゃなくて体のためにファスティングをするっていうのがすごいいいんだなっていうことが分かって、体がよどんでるなみたいな時とか、1日でもファスティングをするとすごい体がすっきりしてっていうのがあるから、もう体のためにファスティングはやった方がいいなっていうふうに思って、この前もちょっとやりました。だからなんかその食べないのが苦手な人とか、後でわーって食べちゃいそうだなって思う人は、多分1日とかでも全然いいと思うんです。で、私のやったら1日1食も結局私夜だから、だいたい20時間とか十何時間空けてから食事をとってるので、その間も胃腸を休めてる。なんか今結構16時間ダイエットとかって流行ってて、そのオートファジー調べれば出てくると思うんですけど、やっぱ胃腸を休めたりとかしてるって若返りの効果があったりとかいろいろあるから、すごいいいなと思ってるんですけど、ただその丸1日やってその次にドカッて食べちゃうんだったら、本当に1日1食で十何時間空けるだけでもいいかなって私は思うので、ずっと食べて消化酵素を出してる状態っていうのが一番良くないって私は思ってるので、なるべく空けるようにちょこ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 食べるっていうのはしないようにしていて、ただちょこちょこ食べてる方が体に向いてる人も絶対にいると思うんです。あとその性格的に、だからその本当に自分に合ったものを見つけるっていうのがすごく大事だと思います。いつでも、だからまあ生理の時とかはやらない方がいいと思いますけど、1日とか、あとその3日間やるんだったら前後3日だったら2日、その前に動物性のものを食べないとか、お肉とか食べないとかして準備をして、でファスティングを3日間やって、その後2日はまたバーって食べちゃうと、せっかくのこの体をきれいになった状態から悪いものがダッと入っちゃわないように、その回復食っていうのを2日やる。だから1週間、3日やるなら1週間取らなくちゃいけないので、結構それも大変なところだったりするので、私は1日とかいうのが結構多いです。いや、それも決めちゃうともう続かなくて嫌なので、食べ過ぎたのが続いたなとか、あと悪いもの結構食べてきたなとかいう時にやります。あ、インシーは溶岩浴、富士山の溶岩が敷き詰められた熱い場所でストレッチしたりヨガしたり、いろんなこうトレーニングしたりっていうプログラムがある施設っていうのかな、そういう場所ですね。でも本当にそれするとびっくりするぐらい汗が出るんですよ。こんな汗かいたことないっていうぐらい汗が出るので、それもすごいデトックスにはなってるから、でその中でこう体をこうストレッチとかするとその体が温まってるので可動域も広がるし、それもすごいいいと思います。だからなんか前は本当トレーニングしたりとかもしてたんですけど、やっぱストレッチをするとこういうとこが伸びてくるので、私だからそのストレッチとか始めて身長が1.何センチ伸びました。特に私たちネイリストとかの仕事ってこういう風になってずっとやってるから、肩がこういう風に巻いちゃったりとか、ここもこうグッて潰れやすいですけど、やっぱストレッチをしてこうやって戻していくっていうのもすごく大事だし、アラフィフってどこに年齢が出るかっていうと、まあ顔ももちろんそうですけど、背中にお肉がついてきたり背中が丸かったり、本当にこの後ろ姿なかなか見ないんですけど、結構後ろ姿で年取って見えるっていうのがあるので、そういうところってやっぱり普段ストレッチとか動かしてないとどんどんこうつきやすいというか、どんどんついてくるところだったりするから、私とか体重計あんま乗らないんですけど、こういうところとかこういうブラ線の下の肉とか、このウエストの首入れてるところのこの下の肉とかを触って、あ、なんか太ったなっていうのを察知するっていうか、ここの背面はアラフィフにとってはすっごい大事だと思います。ヨガは基本好きじゃないんです。なんでかっていうと、私の写真とかを見てもらうと分かるんですけど、ここが肩がいつも力が入って、肩がこうやって上がっているんですね。いつも力が入って、なんでかっていうと、そのネイルをするときにこうやって肩を上げてカチッて体を固めて、こうやって息をしないでやってるんですよ。だからその癖がもう20何年あるので、本当普段もこうやってカチッて何かするたびに固まる、体が体の力を抜いて
るのが私にはすごいいいんだなっていうのが分かったので、そのヨガってこうポーズが多いんですよ。で固めるんですよ、なんかそのポーズを待ってる間こういうところとか固める感じがすごいして、なんかこうなんとなくこう動いてる方が私には向いてるっていうのが分かって、そうするといらない筋肉っていうかが取れてくる。インシーもいろんなプログラムがあって、ヨガもあるんですよ。ヨガもすごい優しいヨガからハードなヨガまであって、優しいヨガはストレッチメインだからそれは受けます。でハードなヨガも受けたことあるんですけども、絶対ダメって思って、私には向いてないって思ってもう受けないっていう風に、どんどんこうやってみて自分に向いてないものをこう排除していく。だからヨガは呼吸とかで、呼吸も浅いからなるべく深くしなくちゃいけないっていうのも分かったし、そういうのを勉強するためにはすごい良かったなと思うんですけど、好きなものとか自分に向いてるものを今はチョイスしてる感じです。まあ、つけない時もありますけど、なんかあのつけてるとちょっと姿勢も良くなるし、こう食べ過ぎ、本当に私結構大食いっていうか結構食べちゃうので、あの男の人でも食べるので、こうちょっと太ったなとか思った時はつけて食べると結構満腹感がすぐ出るのでいいかなと思ってます。ウエストがとにかくくびれたいと思って、ずっとウエストをくびれるためにどうしたらいいんだろうみたいなのをやってるんですけど、コルセットすると結構いいかもっていうのが分かって、あの普段もコルセットしたりとかしてますけど、もうちょっと飲んじゃったりするともう取っちゃいますやっぱり無理とか言って取っちゃったりとかしてそうだから飲んでる時は無理かなと思って、なんかね、この本当にこうホックでこうはめるのと、あとなんかこの前ちょっと教えてもらったのが、キューってこう本当に簡単なコルセットを手に入れて、その2種類を使ってます。そうなんです。だからお金をかけたところで結局自分との戦いじゃないですか。もう自分がやらなかったら、まあ、ダイエットっていうか、まあ、にならないっていうか、何のためにやってるって自分のためにやってて、例えば誰かがエステの先生がいて、エステの先生からこういうふうになんか言ってもらったりとかして、それが励みになるって痩せてくっていうのもあるんですけど、それをキープしなくちゃいけないのは結局自分だったりもするから、自分との戦いでそのキープするのにエステ通えるお金がいっぱいあるんだったら通ったらいいと思うし、でも私は結局自分だなっていうのが分かったので、送信エステとかには最初はきっかけとしてはいいと思うんですけど、痩せたりとかしたら保っていくためにストレスをためないでどうやってやっていくかみたいな、そういう方がよっぽど大事だと思うので、お金かけなくてもダイエットはできるかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。ダイエットのことはもう本当に語ったらずっと語れるぐらいまだまだいっぱいあるんですけど、内容に出てきたことは概要欄に貼っておいたりしますし、ストレッチのやり方とか普段やってることなんかはまた動画にできたらいいなと思ってます。楽しんでいただけたら嬉しいです。この動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタン押してください。よろしくお願いします。ではまた。